はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、ロマリバーというわけでロマンスイングサガリユニバースの実況をしていきたいと思います。とりあえず今日は、ガチャをやりますよ。ガチャあと白バラ取りますか。とりあえずせっかくだしね。あと今せっかく遠征できるんで、ガチャはいっぱい回した方がうまいんじゃないのっていうことで、なんかおかしなこと言ってない日本語で OK。まあ、キャラが多いね、スタイルは多いに越したことはないってことですね。若干なんかおネムで喋れませんけどもね。レッド、リュージュ、オライオン、レオン、ダルクワン、タ、これは最終工程ですね。あ、また最終工程50になったばっかじゃない、気のせいかな。オライオン、教授、そしてヨハンからのクローディアさんだね。なんか50になったばっかな気がする。すげえ残念まあ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 、50になったからといって、だから本当あれなんだよ、やっぱ限定のキャラから優先的にあれだよね、あの訓練させた方がいいんじゃないかな。あと訓練の枠もちょっと欲しいですよね。おお、マシンガンジャブ、これはカールじゃなくてテリーか。テリー確かあれですもんね、あのメインクエストで拾ったよね。セフィラス君、そしてティティスからの、ファティマと。持ってますよね。まあまあまあ。ほんで、あれ、こんなもんかな。とりあえず無料分ありますね。無料分もバカにならないですからね。意外といいもん引きますよ、無料分もね。結局1回分のだけなわけだよね。ナイトじゃなかったミカエルね。ナイトハルトとミカエルがたまにごっちゃになるからね。よくないやつ。で、これもいけますね。おら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 。おー、レイヒメいいね。嬉しいね。レイヒメは早く50にしたい。ヒラガ、そしてナイトハルト。こっちはナイトハルトだね。バラバラ、そしてアンミリ。もう一回いけるね。もうちょっと SSR 引いてもいいんだよ。ノーラからのアスラ、そしてリティスで、アルベルツのノーラと、ダブルノーラ。はい。こんなもんかな。で、ガチャをこんなもんにして、ちょっとね、この機会に、せっかくこの毎日動画撮れそうだからさ、頑張っていこうかなみたいな。ガチャ回すだけでも価値があるからね。じゃあ、とりあえず、あと、裏ステータスもちょっとやっぱサボりすぎだったんで、やっていこうかなと思うんですよね。でしょ、これ16社取る、16だけなんでしょ？取る価値全然あったね。むしろ安かった。思ったより安かった。てか、むしろなんならこれ出せないのか、あのまだキャラとしてゲットできねえってことですね。これね、よう考えたら足りないんだもんね。フィース足りないよね。足りないんじゃん交換するも何も足りないんだよね。80しかないやん。もう一回チャンスがあればか。ん？てか白バラって S レア2枚あるんだ。で SSR も1枚あるんだ。そんないつの間に出てたの、こんなに気づかない間に。あれかな、私がイベントっていうか結構ね、ログイン勢になり下がっていた時とかに実は来てたのかな。アセルスが来てた時とかだよね。アセルスのガチャは回した記憶あるんだけどね。そっか、じゃあ結局、しかも私そのためにさ、遠征所あえて待ってたのに。海底洞窟待ってたのに。で海底洞窟がね、結構いい感じに、ね、ヒットポイントが多分800近くまで上がるらしいんだよね、どうやら。見た感じね。なんとも言えないけど。あくまでも手探りなんで、あれなんですけど。で、一応今 SSR メンバーを優先的にとりあえずぶち込みました。ほとんど終わりましたね。あと残ってるのが別の遠征に出していたメンバーたちですね。まあ、SSL もメンバーと、あとはなんか使いそうな S レアのスタイル。を重視して、あとはまあ私の好きなシチュエーションとかその辺を強化していこうかなと思ってますね。実際このモヤモヤしても、まあ上がるもんは上がりますからね、まだ言うて。まあとりあえず一回このモヤモヤが出るまではやろうかなみたいな感じですかね。その後はまあ鍛えたいメンバーはもっとヒットポイント上げたければいいと思いますね。もっと育成しちゃってもね。で、こんなもんかな。なんでかんだこれで私の持ってる SSR メンバーは、ほぼ、ああ、嘘です。愛車がいた、愛車。ごめんて、忘れてたよ。で、まだそっか。いいっすね。この、とにかく即時期間チケットがめちゃめちゃもらえる愛車一瞬で終わった。
うん、とてもいいですね。うん、まだまだ戦闘力上げられますからね。いっぱい上げてきましょう、いっぱいね。あとは、裏ステータスいっぱいやってますか。あとさ、バイメーニャンが終わってなかった。バイメーニャンね。うん。あとは、今誰だっけ、誰が終わったのかに。あ、バルドでした。バルドどこにいた、見えなかった、私には。いた。ほんで、あとは、まあ、シチュエーユーメンバーとかね、ノエルとか、この辺は、ちょっと育成優先的に育成しようかな、みたいな。うん。まあ、この辺はね、完全に個人的趣味なんで、何の参考にもならないかもしれないけどね。で、瞬間的に終わる、スービエとレイ姫。でもいいですね、こうやってなんか、この、なんか視覚的にね、見えるようになったのは結構分かりやすくていいですよね。まあ、全然まだ上がるんだけどね。なんか上がんなくなるまでとかね、やっててもいいとは思うんですけど。うん。で、エビスが終わりのクジン氏、あと一人誰にしようかなーって感じですね。まあ、レアで結構使うとこ、回復持ちとか、火力持ってるとこ、レアっていうか S レアか。うん。悩ましいな。あと特に優先順位はないかもしれないね。うん。じゃあ、兄ちゃんとかにしようか。あとはこの辺なんだろう、使わなくてもいいんですけど、まあ一応あれかな。うん。最終的に全部この赤星がなくなるまでやってもいいかもしれないけどね。うん。こうやって育成していっていいの。毎回この辺でやめますか。とりあえず。確かまだ今、そうね、878まで結構減らしたから、足して900、ああ、足して950か、結構あるな。足して900ぐらいまでつけますか。毎日もらえますからね。まあ、あとはもうほんと、余ったら、ね、優先的に強化したいたち、ね、メンバーに使っていけばいいんじゃないかなっていう感じかな。さて、で、これもなんか多分、ソートとか使っていった方が多分、後々楽になりそうだけどね。うん。まあ、ソードとかフィルターはね、上手に使うとね、多分効率はいいんでしょう。まあ、私はあんまり効率って言葉は、まあ、嫌いじゃないけど好きでもないんでね。うん。まあ、適当にこの後に女の子と強化していこう。ちゅう感じで。まあ、一応こんなもんにしておきましょう。なんか再現がないしね。もうすごい13番上がってるからね。一回で、なんか、だから遠征ってでも手っ取り早いですよね。実際、だからこの時期に、ロマーサガ RS、リーユニオブロスね、始めた人とかも結構育成しやすいんじゃないかなと思うんだよね。まあ、ただちょっと始めたばっかでこの海底洞窟とかを解放するのは多分相当大変だと思うんだけど、まあそれ以外にも普通にも遠征のところがいっぱいありますからね。うん、まあ、このぐらいにしておきましょう。まあ多分結構ね、まあ上級ぐらいまではすぐ行けんのかな。多分上級あたりがちょっと解放大変かもしれないですけど、うん、なんでこの遠征所で一気に育成できるし、あと何より今、2倍と3倍キャンペーンとかやってますからね。うん。はい。で、あとはまあ、なんかやることやっとけばって感じですよね。結構期間限定のさ、この、特にこのデイリーがあるからさ、毎日メインクエスト30回とかね。うん。で、ここは無理かな。てかまだそもそも15の2のこのベリーハードまでたどり着いてませんからね、私は。で、一応これ、勝利への道1周年ですね。終わって2000ジュエルゲットしました。まあ、むしろ2000ジュエルどころじゃないんですよね。この結構、ここかな。この辺がそうですね。ジュエルめちゃめちゃもらえたんで。これやるだけでもかなりジュエル稼げるんですよね。だからおすすめです。しかもそんな難しくないからね。結構、始めたばっかでもサクッといけるんじゃないかなと思われますけどね。おそらく。うん。はい。っていうことで、あと裏ステータスというか、ちょっともう私は出し惜しみするのやめようかなと思ってて、私の悪い癖なんですよね。本当RPG とかでもアイテムとかあんま使わないですからね。本当に出し惜しみちゃって。ただロマサガで言うと、なんだろう、最高級傷薬じゃなくて、なんかもっといいやついっぱいあったよね。結界石とか、うん。なんかあんまり使わないで終わるアイテムいっぱいあるよね。だから、まあ、ロマサガじゃなくても、FF とか、ファイナルファンタジーとかで言うと、まあ、ラストエリクサーとかさ、ああいうやつはさ、うん、結構使わないんだよね。つか、使えないで、なんか、もったいぶるというか、貧乏症がね、出ちゃうんだよね。うん。あ、プラチナガチャチケット交換できるんだ。これ交換してこれ引いちゃいますか。全部いけるやんね。うん。100か。あ、バルドのピスこれ全部取るんじゃないこれ。取れないんだ。まあでもいいか。ああ、じゃあバルドのレベル上ができるんだね。
1回拾っちゃえばとか、むしろ1回しか拾えないんだけど、最初はさ、いきなり1発目で拾ってから、それから多分1回も拾ってないバルド。そういうもんなんかわかんないんだけどね。あとが、宝珠メダル。これよくわかんないな。ああ、これがあれか。宝珠メダル。ああ、はい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 。ああ、そういうことね。交換所とは、まあ、この完全に、こっちとはまた別で、まあ同じもんですよね。要は同じもんなんだけど、って話ね。はい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 。とりあえずこれ交換しとく。あとは力をいっぱいあげたいね。力が欲しい。交換可能性。ちょっと待って、どういうこと？ああ、残り4個までしか交換できないのか。じゃあこれ毎回、毎週月曜日に交換ができる数が変わるんだね。優先的に火力に重、火力に乗っかりそうなやつを優先的に交換しようか。とりあえず10個ぐらい。違うな、12個。確か4個ずつ使うんですよね。これで交換しといて解放すればいいんじゃないですかってことだね。力、知力、速さか。いや、器用さかな。器用さも上げたい。でもさ、結構悩むんですよね。私、技の覚醒もそうなんだけど、意外とさ、なんだろう。結構悩んじゃうの。割と。なんていうのかな。結構さ、意外とさ、終始使うというか、なんかずっとレギュラーメンバーっていられる人って誰なんだろうって思うとさ、意外となくて、あとレギュラーとして使う技ってなんだろうって考えると意外となくてね、本当に困っちゃいました。だからさ、裏能力もさ、変なさ、中途半端なキャラクターをなんかやるわけにいかないじゃないですか。何これ、2の段だって2の段ってどこで手に入れんのこれ。ロック武器とかはいいんですけどね。いいんだけどさ、アセルスとかは好きだから。でもこのアセルスなのかな、このスタイル。これさ、裏ステータスってこれスタイルゴッドなの、これなのかな。スタイル選択って書いてあるもんね。これスタイルごとになるの、これ。なんと、なおのことだよね。そのスタイル使わなくなる可能性あるわけじゃん、裏能力解放したのに。まあ、そんな先々の話考えなきゃいいと思うんだけど、だからこれバーバラじゃない、バーバラでしょ、力解放したじゃないですか。で、他のバーバラ見に行っていいですか。まあ、ロックブックでもいいか。これスタイルごとだからね。あ、いや、なってるな。あ、よかった。共通みたいだね。あ、それがよかったわ。なるほどね。はい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 。ってことは、おへ、なんで倍メニューになったんや。違う、あ、ちょっと待って。ロックブック見たかったの、今。なんで倍メニューになったの、びっくりするわ。ああ、よかった。スタイルは共通か。さすがに、なら良かったですね。だったらそのスタイルを使っていく気があるので、アセルスとか全然上げてもいいんだ。アセルス力上げようか。アセルスでもさ、アセルスってさ、これどういうこと？スタイル。どういうこと？キャラクター。よくわかんない。どういうこと？これ、なんのさ、これ。でもさ、結構、アセルス基本的に剣でいいんだっけ？なんかさ、ロザリオ・インペールってさ、召剣のイメージがなんとなくあったんだけどさ、剣なんだっけ？まあ、剣確かに、まず力で1個あった話ですよね。力が欲しいから、あげよう。で、あげてって、これでね、とりあえず解放だけしとけばいいからって話だよね。まあでも基本的には1段階を全部、まあ育成する気あるんだったら全部上げちゃっていいのかな。そうすると多分このボーナスでヒットポイント。でもなぁ、どうなんでしょうね。これ多分そこまで多分やんなくて良さそうだけどね。相手で特化してっちゃっていいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あとは牧音じゃねえや、ダントラブとか牧音とか。まあ敵方パーティーは作っていきたいんだけどね。割と悩むよね。ジャンルとかも高級的に使っていくかは分かんないね。ワグナスがでも好きだからな。だからワグナス意外と知力高いんだ。知力高いくせに、あんまファイアボール威力高くないんだよね。あれか、炎のあれつけてないからか。結構なんか難しいっすよね、これ。まあ私がこだわりすぎてるだけかもしんないけどね。正直やっぱ悩んじゃうわ。いやでもちょっとだけ発展したね。ちょっとだけ。
でもそうか、素早さとかでもね、絶対素早さは全部上げてきたいよね。なんか結構素早さ負けるんですよ、敵に。はい、そっちはこのくらいにしておきましょう。また明日、ちょっとずつ、小づいていきましょう。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。